はい、基本一人です。いつもありがとうございます。平日のね、10時ですね、朝です。今日はね、2週間ぶりに、しげちゃん、家に帰りますね。お昼ご飯を食べます。そして、病院に行ってですね、かかりつけのお医者さんからお薬をもらってきます。3月中旬になりましたけどね、まだまだ寒いというかね、ちょっと今日は風が強い日ですね。もうちょっとしたらね、いろいろしげちゃん外に連れ出そうかななんて思ってますけども、まだ今日はね風が強い日で、なかなかそうもいかないんで、家で過ごすことになりますね。ということで、まずは病院に行ってきます。なあ、二度見してる。ね、おじさんにもらった。ちょっと暑い。この前床屋行ったもんで、ね、まだ綺麗だな。綺麗だね。ひげはね、割と綺麗に剃ってきたけど、ひげ剃りで。お茶欲しい？お茶あんま飲まないかな？かな？あんまりしげちゃん久々に会った感じしない？うん。どこ行くの？また冷蔵庫だ。なんか出る。わかった。お菓子あげるで。ね。なんか食べるか。ね。わかったよ。ね。後であげるで。おー。今日買ってきたで。ね。美味しそうなもの。お楽しみ。はい、そうな。この洋服はどうした？もらったじゃない？シゲちゃんに着れそうなのをきっと結局古着なんかで取っといてくれるよね。今日割とあれね、自分でこうやろうとするね、元気あるね。脱いちゃった、服脱いちゃった。自分でやろう、歌舞伎揚げ、ああちょっとだけ食べる？こっちで。少しでね。少しね。お好み焼き食べるで、この辺に置いて。気持ちは前に来て。逆に食べると、お腹減ってくる。お母さんにやんな。香ばしいね、これ。この長袖シャツ、かなり洗濯して何回も何回も着てるもんで、もうだいぶくたくたになってきちゃった。これうちで買った？ちょっと老けんだよね。老けん。若い頃、老けいっぱいだったけど、この頃、ね、偉くなった。
何よ。いや、お好み焼き引くやいいよ。ねえ、まだあだよ。お好み焼きやるで。待ってて。まだ11時だに。うち来るとすぐ食べたい、ね。うちに来るとたくさんくれちゃうもんで、どうしても、あたら、よこせよこせってなっちゃうだよ。今日はね、ちょっと股間が痒くてしょうがないの。なんだ？なんだね。やっぱり、あの、おむつでかぶれるもんで。ああ、そうか。これからあんた暑くなると大変だ。こんな涼しい時にね、こんな状態で。いろいろ、しげちゃんも言わないだけで意外とそういうのあるだよ。かゆいなとか、言うに言えないこと。今日しげちゃん落ち着きになるね。そんなことない。何回も冷蔵庫見るぐらいだで。落ち着かなみね。じゃあ作る？作り落ち着く。落ち着かないわけだね。じゃあちょっとキャベツとかお母さん切ってもらおうかな。じゃあお母さんはどう？やれるけ？よいしょ。キャベツ。ちょっと多めに作るか。いつもギリギリだで。ね。多めに。豚肉ちょっと多めに入れるで。卵。あ、卵だったか。卵二つ？卵はさ、卵を割って、まずさ、こう。もっと欲しいね、キャベツ。小さいね。小さい。あんまり具がゴロゴロしてるよりも、お好み焼きには気にならない。具がゴロゴロしてるお好み焼き食べたいだ。あ、そう。あの、昔のあの、薄っぺらいあの、家で作ったお好み焼きより、関西風のやつが好きだもんね、今。もうちょっと入れるかね、全部入れちゃうけ、もう一つ入れる、炒めにちょっと、ごちょっと、これだけ。よいしょ。ちょっと残しとくか。あの、3分の1ぐらい。ご飯の方はどうですかって、あ、いつも息子によく食べれるねって言われるぐらいですよって言って、そうに言うぐらいで、向こうから言わない。しげちゃんのことも聞いてこないあんまり。聞いてこないね。あの先生は割と事務的だね。そうそう。帰ってその方がいい時もあるて。そうだね。余計なこと言わへんで。余計なこと言わんよ。もうちょっと欲しいかね、小麦粉ね、当然だけど。なんか、また冷蔵庫見てるしげちゃんあれ。本当だ。冷蔵庫。何か冷蔵庫で一つ出してやればいいじゃん。あったら。ない？あとにする？もうご飯だよ。いいよ、もう。ね。もうちょっとあの、我慢して。全部入れちゃおうかね。これもうちょっと粉も入れて、全部やっちゃうかもね、これめんどくさいで。ね、水入れちゃうに？入れちゃっていいの。
笑って。何か分かったのに。触んでたら、うん、ニヤニヤ。笑ってる。しげちゃん見てる。笑って見てる、しげちゃん。生地固めのがひっくり返すの簡単だね。もうあれか、つけにゃあかんか。ソース。ソース。かつお節やってじゃあ。うん。最初しげちゃんに1個あげて、うん、あとお母さんとで半分ずつでいいね。うん。はい、いいよ。もういいよ、これ。うん、じゃあ、頑張るわ。ね、ちょっと思い出。ね。うん、これ半分にして、うん、あの、半分しなくてもいいで、うん、そのままして、ね、待ってましたってしげちゃん。私はもういいの、うん、じゃあ、はい、カロリーのマヨネーズはいらない、カロリーもいてね、はい、じゃあ、はい、いただきまーすって。いただきます。いただきます。で、はい、いいよ。はい、いいですよ。見ながら食べるっていうのがなかなか難しいな、ね、火ついてない、火ついてないで、おいしい、おいしい、おいしい、うん、うん、よかったね。しげちゃん来ないとお好み焼きやらないでな。これ切って焼くの締めて、こういう感じね。焼きながら食べるしかないか。ねえ、おかわりしたいで。
もっとたくさん食べたいね。おいしいおいしい。うん。美味しいですか？美味しいって。美味しいですね。ちょっとソースかけてやる、ケイネちゃん、なんかたくさんかかってるよ。かかってる？うん。しげちゃん、今日貝だね、ぜ割とさっき貝ってばっかりいるでこの辺が貝。しげちゃん、おいしいってポンポンってやるね、うん、おいしいって。こんなに落ちてる。もう